久しぶりだな、勇者。怖い、どうしよう。まあ、座れよ。うわなんやこれ座ってまうえ、え、すごいなんやこれなんやこれすごいなこれはすごいなめちゃくちゃすごいすっげえわ、ほんま。何これてかやばい膝のとこに小石あってめっちゃ痛い膝と、この床の間に小石があってめっちゃ痛い最悪やこれ、どうしよう。みんななってんかなお前ら。 よくもまあ、ここまで俺を苔にしてくれたな。うわ、めっちゃ怒ってるやん。これは絶対やばい。どうしよう。どうやって逃げるかよそれだけ考えよう。この状況でどうやって逃げるか。考えろよ。魔王が一番消したいのは間違いなく俺や。でも正直それはそこまで大事な話ではない。今一番大事なのは、魔王がデザートを先に食べるタイプなんか、それとも最後まで残しとくタイプなんか、今大事なのはそこだけや。 どっちやそれだけで残されてる時間がもう全然変わってくる。考えろよ。今分かってんのは最初に弾けた僧侶は前菜やったってことや。待てよ。前菜の僧侶を先にやったってことは。魔王はデザートを最後に食べるタイプや。ってことは俺にはまだ時間がある。落ち着けよ。立て、勇者。え言い残すことはないか。デザートから行くタイプかよ、ボケ。言い残すことはあるか。 めちゃくちゃあります。